こら辺は金融街だったかな、結構綺麗なんだよな、ずっと。もともとさ、うん、ペナンはイギリスにの植民地だったから ね、 そうだね、結構そういう雰囲気が残ってるここら辺は、うん、ペナン自体はさ、うん、結構華僑も多いけど、うん、インド系とかね、場所場所によってくっきり分かれてる感じがあってさ、うんうん、ヒンズーのところなんかすごいよ、結構あ行ったかすごいよって言ったよね、行ったね、うん、寺院とかもあってさ、そうそう、ヒンズー寺院もあるし、うん、いっぱい売ってるし、いろんなもん、そうそうそう、インドっぽいもん。今日はインド料理行きましょう。はい、美味しいよ。カピタンだね、うん、あれ24時間やってんじゃないかな、そんなずっとやってんの、多分違ったかな、もうなんかあれだな、匂いがインドっぽいね、インドっぽい匂いしてる。あ、こっからじゃない、入り口、リトルインディア。ああ、そうだね。行ってみよう。本当もうインドだもんな、ね、サリー売ってたりさ、うん、なんかお香みたいなの売ってたりさ、うんうん、音楽もインドっぽいし、ね、わあ、すごい香辛料の匂い、本当、ね、あ、そうそう、売ってるよ、音楽もすごいしねそうだよね、そういうなんか CD 屋さんもあるよね、うん、カピタンもうちょいあっちの方、左上の方、この歩いてる方向で言うと、いつもさ、ジョージタウンの方から行くじゃん、うん、今はね、もう海沿いのジェッティのところに泊まってるから、うん、近いな、近いね、1800m だよ、すごいにぎわい、夜でも、と違ってちょっとゆったりした感じがある、ああ、そうかな、うん、うん、南国の島だもんな、うん、ああ、ヒンズーの寺院だよ、さあここまでがあれだね、ヒンズーリトルインディアで、もうここのね、奥がイスラム寺院でしょ、確かね、で、ここは中国系の建物があって、すごい
ね。面白いな。さすがだね、うん、ペナンは特にそういう雰囲気があるよ ね、 そうだね、混ぜ混ぜな感じが、うんうんうん、料理もさ、インド料理もあれば中華もあるけど、あとニョニャ料理、ニョニャ料理っていうのがあるよね、うんうんうん、ちょっとなんか混ぜ混ぜのが、着いた着いた、すごい、ここにもあれがいる、地蔵がいる、今日は何に見ましょう。カピタン久しぶり、4年ぶり。タンドリーチキンも美味しいし、ここナンも美味しいんだよね、うん、プレーンナンがね、だいたい130円ってところ、うん、3.8 リンギ、うん、で、あとビリヤニも美味しいし、何にしようね。ビリヤニもいいね、うん、ビリヤニはね、ここら辺、うん、だいたい13リンギ、500円ぐらい、安いね、やっぱり、うん、なあ、どうだろう、ケールの半額ぐらいじゃない。あ、こんなんもあんだ、ケバブスペシャル。今日の夕飯はまずは、ガーリックナンセット 13.8、うん、とタンドリービリヤニ 13.5、はい、とラッシー、飲み物はラッシー、マンゴーラッシー7。はい、はい、いいね、うまそう。でもさ、チキンのさ、ご飯とかなんがさ、13で食べれるのにこれ7もすんの。そうね、高級だよな。ちょっと高級だよね、うん、でも普通のドリンクが6ぐらいじゃなかった。いやいや、普通のドリンクね、水だったら 0.8 とか。違う違う、ジュースジュース。あ、だからここら辺のね、飲み物が2とか。あ、前のこういうのは2とか3で、普通のジュースは、まあこれ普通のジュースじゃないから、フレッシュジュースだからね。フレッシュジュースだと6とか、200円ぐらい。で、こっちは、溶かすやつ、お湯で溶かすやつだね。うんうん、ミロとか、ネスカフェオーとか、うん、ブラックコーヒーとかね。それだったら4リンギ弱で。ん？ 4 リンギ弱なんだね。3リンギぐらい。うん、いただきます。わー、うまっ、濃いぞこれは。本当うまい、はい、うまそうだな。どう、美味しそう。これ最高じゃない。チキンもタンドリーチキン、もう出ていっちゃうよ。いただきます。ああやべ、おいしい、超うまい。辛い、うん、ピリッとね、うん、うん、なんかおいしそう。うまー、このタンドリーチキン400円だね、これ超安い、うん、チキンが結構大きいもんね。大きい大きい、こちらはタンドリーチキンビリヤニ、これも400円ぐらい。結構量多いよなあ。あ、うまいうまい、うん、最高、うまうま、美味しいね。すごいな、すごい香辛料、うん、ピリッとちょっと辛くって、ね、いろんな種類のなんか香辛料が感じられるよね。
いや、本格的だな。すごい美味しい。すごいな。ご飯だけでさ、これだけで食べれるもんね。大体何よこれ。ご飯なのこれ、ビリヤニって。ご飯なの。なるよな。小麦粉か。ご飯なんじゃない。違うのかな。あ、よくわかんない。絶対このレーズンとうまい。もらい。あ、うまー。やべえ。ラッシーも合うね。めちゃくちゃ合う。ねえ。いや、うまかった。美味しかったね。これやっぱモスクだね。そうだね。これは、うん。で、そこはヒンズー寺院でしょ。うん。あー、いくらだったでしょう。3000円くらい。うん。43リンギ、1500円くらい。あ、そんなもんだった。うん。だから、ジュースのラッシー飲まなかったら、うん、900円くらい。すごいな。安いなあ。あんな大きいチキン食べてね。あんな大きいチキンとさ、うん、ビリヤニがいっぱい入ってる。そうそうそう。すごいね。今回マレーシアはさ、最初にクアラルンプールに着いたじゃん、うん、で、あ、物価高くなったなと思ったの。そうだね。だけどペナン来たらそんなに高くなってなかった、うんうん、今のと、まあ1食目だからまだわかんない、ね、うん、明日ちょっといろいろフラフラしてみないと、うん。これはカピタンクリンモスクだね。すげー、船じゃんね、これ。さすがペナン。
ここがジョージタウンの、まあ、目抜き通りというか、うん、あまあまああっちのさ E&O の前も目抜き通りだけどここもいろいろねあって、うん、盛り上がってます。あーこれよペナンといえば、すごいね、めちゃくちゃうまそう、すんごい火力も、ワンタンミーがね6リンギ200円ぐらい安い。これはスチームボート、自分で好きなの入れてね、美味しいよこれも。何本ぐらいやるの？わかんない。適当？適当、気が済むまでボイルして、そうそう、うん、であそこでタレ作って、これでタレ作って、串のここに色がついてて、一番高いのが2リンギ、60円ぐらい。あ、じゃあみんなこれ何、ここら辺でこう立って、そうそうそう、これを囲んで勝手に自分でやってそこに乗っけて、うん、お金を払うの。なるほど。一番安いのがね 0.7 リンギだから20円ぐらい、お23円ぐらい。なるほど。何食べる？フレッシュジュース、うん、3.5 リンギぐらい。いいね。おお。それスターフルーツじゃん。これこれ。これか。うん。あんま甘くないからな、スターフルーツはな。結構シロップ入れたぞ今。100円ぐらい。スターフルーツのジュース、けどちょっと違うし、ちょっと飲んだことない。超うまいから、これ美味しそうだね。やばくない？あ、美味しそう。6リンギ200円。 いただきます。うまい、やばい。あ、なんでこんなうまいんだろうこれ。甘い？うん、甘い。ワンタンミー、うんうん、うまいな。すごい、インド人街のスーパー行ってみよう。メディミックス。メディミックスだったっけ？そうそうそう。え、超安いじゃん、1個100円だぞ。買っちゃおうかな。うん、ね、うん、石鹸。
よかったじゃん。そう。あ、そうじゃん。家がこの匂いだもん。オレンジ、オレンジっていうか家。ヒマラヤもあるよ。ヒマラヤって何？ヒマラヤっていう。へえ、有名なんだ。俺は知らないけど。なんかシンガポールはパックになっちゃってたからさ、これ一個一個いろいろ買えるじゃん。アーユルベーダー、クリーンスキ、クリアスキンとかあるもん。すごいぞ。すごいね。これチップスだよね、多分。あの揚げてさ、なんか膨らむやつ。すごいじゃん。すごいね。だらけだね。すごいね。うん、確かにさ、お肉と魚って書いてあるもんね。そうそうそう。教えてくれた。優しい人が。すごいよ。何これマジで。それはなんか美味しいのできるよな。コンデンスミルクだ。え？違うか？なんだこれ。そうだよね。なんかコンデンスミルクもいろんなのがあるんだな。これコンデンスミルクなの？多分そうなんだけど、でもちょっとなんか書いてることが違うんだよね。スイーティンドクリーマー。でもそういうことだよね。絶対そうだよな。甘いクリームだもんね。ああ、エクスペンシブ。あーあ。あ。This one to the chicken curry. Curry put very nice. Very nice. そうなんだ。本当だ。G っていっぱいあるじゃん。知らん。G か。クッキングオイルって書いてある。あ、本当だ本当だ。これでするんだ。ミルクパイ、ミルクパイ。ああ。ミルクファットだ。ああ。テレモカシー。初めて聞いたピュアギー。GHEE。これ何って言ったらギーって。いや、書いたの知ってんだよって。あ、ボーも売ってるじゃん、ボーティーも。ホットバッグの方が安いっすね。これがポーティー上だもんね。そうそうそう、20パックで3。安いな。スープスパイスだって。もうみんな教えてくれるからさ、何って聞いたら。あ、ビリヤニマサラ。ベリースメリー、ベリークスメリー。He said before, so, wow, nice man. Ah. Ah. Hey. Hey. Ah, this is what? This is what? Hmm? This is what? 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 This is what?首の飾りとかだ。すごかったね。あ、面白かったね。え、石鹸いっぱい売ってたからまた買いに来ようよ、うん、ねえ。ステージって言うんだ。いいね。
るよ、お茶。今日はベイゴン茶っていうのかな。これなんていうの。テカノン三郎。わかんないな。キエギュワインミルクティー。ちょっと読めない。お店がわかんないかな。そう。北京茶飲み。ベイゴン茶。ベイゴン茶のテッカノンかな。こんなストローがあるらしい。細い口に合うやつか、うん、飲んでいい、うん、いただきます。うまい。甘さが抜群。超美味しいぞこれ。あ、なんか白いよ。なんかミルクフォー、あ、ミルクティーだもんね。え、ほら、なんでだ。ミルクティー頼んだっけ。違うよな、うん、ミルクティーだよ。あ、そうか、うん、美味しいよ、なんかめちゃくちゃ。さあ、ちょっと今日は一人でフラフラしてます。お腹が減ったんで、ちょっとどっかでご飯を食べよう。うわぁ、人工屋さん。人工ね、めちゃくちゃいい匂いがする。ベトナムにも結構人工があって、まあ偽物だと思うんですけど、いっぱい売ってるんで。帰ったことあるけど、すごいいい匂いするからな。もうお昼ご飯を食べに行きます。ラサラサっていうミシュランのビブグルマンに選ばれたお店だね。行ってみましょう。メニューはナシレマと、ナシレマか。来ました。美味しそう。すごいね。いただきます。ナシレマ、ココナッツで炊いたご飯。あー、うまい。うん、サンバルソースとこのピーナッツと。あー、うまいな。うん、あとこの魚の揚げたやつ。うまいな。めちゃくちゃうまい。中華とマレー料理が合わさってできた料理で、結構スパイス使ってたり、このココナッツミルクを多く使ってて、めちゃくちゃ美味しいです。日本にあんまないよな、ニョニャ料理とか。流行ると思うけどな。あんのかな、東京に行けば。あー、美味しかった。最高でした。さすがペナンです。ペナンってめちゃくちゃ美味しいものが多いんですけど、いや、ただ勝手に思ってるだけかなと思って、昨日インターネットでちょっと調べてたら、2023年のミシュランで一つ星獲得したのがマレーシアで4店舗あって、2店舗がケールで、2店舗がペナンで、ビブグルマンが全部で32箇所あって、そのうちケール、クアラルンプールが15店舗で、ペナンが17店舗だそうです。なんでね、ケールなんて言ったら大都会だけど、このちっちゃな島でペナン島だけで17もあるんで、いや、やっぱりどこで食べても美味しいっていうことだと思います。まあ、なんせ美味しい。とにかく美味しくて安い。マレーシアガソリンいくらなんだろう。あ、5輪儀で 2.44 リッター、リッター60円70円ぐらい。ベトナムに比べたらだいぶ安いな。
あ、だからグラブも安いのかな。距離の割に安いんだよな。さあ、ペナンのフェリーターミナルの近くに中ジェッティとかそういう中国語の名前のついたジェッティがあって、水上生活をしてる人たちが住んでる地区があるので、ちょっと見に行ってみます。中国の福建省から引っ越してきて、ここに移り住んで水上生活をしてるみたいで、なんか同じ苗字の人が集団で生活してる地区みたいだね。ここは中ジェッティだったと思います。ここかな。わあ、ああ、世界遺産だね。中ジェッティ。ここも昔はもう本当に家だけだったんですけど、世界遺産になったのいつなんだろうな。なんか最近はお土産物屋さんがいっぱい並ぶようになりました。ちょっと残念だけど、まあ仕方ないよね、それは。この下、海です。地元の人はバイクで入っているんだね。こういう感じで、あっちにも他のジェッティがあります。なんとかさんのジェッティ街です。あっちも今も住んでんだもんな。すごいよな。あっち側がバターワースです。ちょっと一人で中華を食べに行こうと思います。僕らが思う世界で一番美味しい中華料理屋さんがペナンにあるので行ってみます。まあ、ただな、一人で行くような店じゃないんだよな。ほとんど一品二品しか頼めないんで、多分あんま面白くないと思うんですけど、まあちょっと一回行ってみようと思います。あら、世界一美味しいと思ってる中華料理屋さん入れないな、これは。やばいな、こんな混むんだ。うまいもんな、ここ。ペナンにぜひこれを食べに来てほしいと思えるぐらいめちゃくちゃマジで美味しいんで、来てみてください。今聞いたら予約はできるみたいなんで、また改めて他の日に予約していきたいと思います。ここが俺らが世界一美味しいと思う中華料理屋さんだね。今日はステアフライ、カンプンウィズサンバルソース&プラウン、ね、このハートが多分いいんだよね。M がね、いいんだと思う。16リンギット、安いな。に豚肉が、このハートのやつはホームレシピ、ダブルローステッドポークウィズチリパリ、チリパリ25、チリパリって、ちょっとわかんないThank you.
が来たよ。これよ、めちゃくちゃうまいの。あ、中華って言ってもちょっとあれだね、ニョニャっぽいね。おいしそう。ちょっと食べてみていい？どうぞどうぞ。いただきます。おいしい？やばい、マジでめっちゃくちゃうまい。ほんと？なんじゃこれ、すごいぞ。何の味？ちょっと甘いの。チャーシューっぽいけどちょっと甘くて、うん、で辛いのも入ってるから、うんうんうん、いやうまっ。豚肉の炒め物だよね。そうそう、ダブルフライみたいなこと書いてあったね。これはスープかな、シーウィ、あれだね、海藻、海藻のスープ。いただいてみよう。いい？うん、いただきます。わあ、超うまい。美味しい、うん、ちょっと日本感じるよ。あ、そう、うん、それは何？フィッシュボール？うんげ、何？ツルツル、うん、フィッシュボール、うんうん、すごいね、抜群の塩味。 うまー。レタスが入ってるんだね。あ、レタスかもね、これ。レタスだよ。そうだね、レタスが入ってる。あ、やばい、マジで超うまい。やばいよね、外がすごいカリカリで。そうそうそう、ちょっとこう煮詰めた感じのタレでさ、美味しいでしょ。あえてあってすごい甘い感じの味付けだけど、ちょっと八角が最後に。ああ、うん、美味しい。美味しいよね、うん。あ、来た来た、これはあれだね、空心菜だね。あの、サンバルだね。ソース炒めみたいな。バラちゃん炒めか、なんて言うんだろう。いただきます。カンコンゴレンっていうな、マレー語では。ちなみにベトナム語ではラオムーサオトイだね。あ、それはニンニク炒めか。うーん、どう？これやばいね。おいしい、やっぱ全部うまいよね。やばい、ここほんとうまいよね。めちゃくちゃおいしい。いいね、ガーリックの感じも出てるし、ちょっとピリ辛で、エビも入って。このエビ食べてみてよ、うん、海鮮のね、味がすごい出てるよ。でね、やっぱね、うまいの、作り方がシャキシャキなの。あ、ビチョってしてないんだ、うん、あ、おいしい。このソースをくれって感じね。えあ、めちゃくちゃうまかったけど、うん、今日の料理いくらでしょう？120くらい。99.85、3200円。うんうんうん、安い。今日で99.85、3300円ぐらい。安い。ライムジュースが 3.30、うん、1杯100円。それからカンコン500円ぐらい、空心菜の炒め物、うん、カンコンゴレ、うん、でポークが25、うん、700円ぐらい、うん、でシーウィードスープが18、600円ぐらい、うんうん、でチキンが25、これが700円ぐらい、うんうん、ライスが2つで100円、うん、安い。ライス 1.8 リンギット1つね、うん、夕飯はジョージタウンからちょっと離れたところのナシカンダー屋さんに行きます。なんかペナンで一番人気という噂なんで、そこのナシカンダーに行ってみようと思います。ディーンマジュナシカンダーで、ナシカンダーっていうのがトッピングライスで、ペナン発祥っぽいですね。ペナンのインド系イスラムかなが広めたみたいで、そこかな多分。さすが人気店、何にしようかな。あ、セットもあって、セットだとナシアヤム、ナシアヤムがチキンで、トロっていうのが卵で、外がイカだね。あ、それでもいいな。で、自分で選んでもいいんですけど、どうしようかな。はい、ありがとうございます。
さあ食べましょう。飲み物も注文の時に一緒に頼めます。いただきます。帝王アイスっていうのがアイスティーなん、アイスがアイスで帝王が普通の紅茶なんですけど、帝王にしちゃうとすごい砂糖が入ってるので、帝王アイスこそんって言ったら砂糖なし、美味しい紅茶が出てきます。で、これはセットへは梨アヤム、チキンとイカとで、カレーを混ぜ混ぜにしてもらって21リンギ。うん、あ、うまいな。あ、すごい香辛料、うまっ。うわ、チキンもすごいじゃん、これ。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。うわ、うまっ。めちゃくちゃジューシー、なにこれ、超うまいんだけど。うまかったな。いやー、すごい大人気です。美味しいもんね。よし、じゃあチェックアウト。長いしました。大丈夫、久しぶりの外。はい、ちょっとアパートに移動します。部屋はね、12-6。うん、お、広いな、すげえな。昨日までの宿より安いんだよそうだよ。この部屋で1泊5500円ぐらいだから、この前までじっとしてたホテルが1泊5500円、6000円だったから、こっちの方がいいね、広くて。どうね、海も見えるじゃん、ギリギリ。そうそう、ペナンヒルは見えてないのかな。ペナンヒルって 700m ぐらいのね、山があってケーブルカーが走ってんだよね。ああ、あそこね、ガーニーだよ。そこらへん、ガーニープラザ、いいね。今日これからここに5泊するから買い出しだね。で、まだ病み上がりでさ、ようやく食欲が出てきたぐらいだよね。だからちょっと日本食なんかを、今日はキッチンもあるからね、作って部屋で食べましょう。はい、お粥もできるしな。あっちの方がバタフェリンギの方です。そこにもあるし、なんかいろいろありそうだね。 OK、 マックもあるし、スタバもあるし、最高。こういう感じか。あ、ここです。お、結構綺麗なスーパーあるじゃん。服がくちゃくちゃだね。あ、結構あるじゃん。よかったよかった。買ってきたよ。おいくらでしょう。89、90リンギ、3000円。まあでもこれチキン1匹が20リンギしてるから、でも高いな。ここら辺のフレッシュジュースが10リンギだもんね、330円。さあ、夕飯のお時間です。夕飯はこの野菜とかを入れてお味噌汁。何がいい？何にする？わかめ、しじみ、あさり混ぜたらいいじゃん。わかめ、しじみ、あさりを3個ぐらい入れないとダメなんじゃない、これ。さあ、夕飯ができました。美味しそうじゃん。お味噌汁と、ツナ、サラダ。どうぞ。はい。美味しい。いい感じ。
sweet.